毎日毎日これの戦いです。今今日は夜中に、こう一昨日昨日と夜中にかなりの長い時間徘徊、もう走る徘徊をしてしまったので、昼間やっぱりずっと寝ちゃうと昼夜が逆転してしまう。そうすると体力も消耗してしまうので、夜にお散歩に行ってお風呂に入れました。だから少しいつもよりは疲れてるから、眠いは眠いんだよね。うん、ねんねしよ、ねんねしよ、ねんねしよ。バビが寝ない理由の一つはトンがまだお布団に上がってこないからなんですけど、うん、トンシュ今来るから、もうバビちゃんあくびしてるし、ねんねしよね、今来るよ、もうトンシュ大丈夫大丈夫。トンも自分の意思でね、上がんないとね、自分で降りちゃうので、自分で上がってくるのを待つしかないね。でその間は電気を消せないので、ちょっと待てなのです。バビちゃんもう寝ちゃおうじゃね、ちょっと明るくてごめんね、だけどねんねして、おやすみなさい。ねんねです、ねんねですよ、にゃーにゃーよ。ダメかこれじゃ、ねんねですよ、にゃーにゃーよ、ねんねですよ、にゃーにゃーにょー、にゃーにゃーにょ。おはようございます。今5時30分。昨日の夜はバビちゃん夜の運動会をしないで寝てくれました。よかった。ママもぎっくり腰には今朝はなってないみたいです。やっぱりね、人間寝ないとダメだね。夜お散歩に行ったのが良かったみたい。とんちゃんもぐずらず寝てくれました。もうちょっと寝ます。おやすみなさい。